こんにちは、ゆらここです。今回はパート2に引き続いてパーツごとのアレンジ方法のご紹介です、えー。ここではパート1、パート2で説明したことを元にしてアレンジをしていきますので、そちらをまだご覧になっていなければ、そちらから先に見ていただけるとよりわかりやすいかと思います。えー、今回はこのポーチ、 のアレンジなんですけれども一つはこの縦入れの横向きについたポケットでこれは本体布をここで切り替えてつけるようになっていますでもう一つはこちらのパート2でもやりました外付けのポケットにファスナーをつけた ファスナー付きのののポケットのアレンジの仕方です。えまずこのこちらの本体を切り替えて作るポケットの方はえ何が外付けポケットと違うかというとここでこの本体を切り離して切り替えになっているのでここで縦の縫い目ができるために横向き のポケットもしくは斜め向きとかにつけたいなっていう時のそういうポケットでもこの横の縫い目が切り替え線の中に入ってしまうのですっきりつけられることがメリットです。えー、あとこれ本体自体がここで切り替えになってますので今これ同じ布で縫ってるからあまり分かりにくいんですけれども、えー、本体が別布で と配色切りり替えができるようになりますそうなると布の組み合わせが楽しくなるんじゃないかなと思います。でもう一つはファスナー付きのポケットですけれどもこれはパート2でもご紹介した通りポケット布が外付けですので付ける位置を移動させることができてこう ここっっちち側側をを広くするこっち側を狭くすするる狭あとこっちを中にするとかいうのもいろいろできるのでえっと応用が結構効きます。であとファスナーがつくと用途が広がると思うのでぜひ、まあ、トライしてみてください。今回も分かりやすいように型紙と実物を並べてみました。えー この型紙はパート2で使った型紙と全く同じものです。本体にアルファベットをつけてみて位置関係がわかるようにしてあります。これが A、厚み分 B。こちら側の裏側が A ポケット。こちら側の裏側が B ポケット。 本体と型紙の位置関係はこんな感じです。えー、まずそれでは、こちらの縦に入れられるポケットのアレンジからやっていきたいと思います。アレンジ位置が A ポケットの位置ですので、ここの A ポケットの型紙操作からやっていきます。A と A ポケットの間で型紙を切り離します。 い取った部分にそれぞれ 1cm の縫い代をつけて表布を2つに分けて裁断します A ポケットにつけるポケット布を2枚準備します A ポケットと横幅を同じ 10cm にして今回は 10×8cm と 10×12cm でカットしましたそれぞれのポケット布はポケット口を三つ折り始末にして A ポケットにつけます。位置や大きさはお好みでいいと思います。 ポケットを付け終わったら、A ポケットは本体と中表に合わせて縫い代1センチで縫い合わせておきます。A ポケットのアレンジが終わりました。ここで切り離した型紙は元に戻しておきます。 次にファスナー付きのポケットの作り方です、えー、外付けのポケットの付け方はパート2でご紹介しましたが今回はそれにファスナーを付けたタイプです、えー、まず外付けのポケット布をカットします、えー、丈は本体と同じ18センチ幅は今回17センチにしました、えー、これは 自分が作っているポーチのサイズに合わせて自由に決めていただいていいと思います。迷った時は実際型紙が実物大ですのでこう持っていただいてあこれぐらいにつけようかとかもうちょっとこっちのポケットを深くしようとかいろいろできると思いますので自由に考えてみてください。 次に、ポケット布につけるファスナーですけれども、今回私は長いものをこの長さに合わせてカットしました。えー、ただファスナー使うときに、この上下のちょうど縫い代にかかる位置に金具があるようなものだとちょっと縫えないので、そういうサイズは避けた方がいいと思います。で、えー、ポケット布に、えー ファスナーをこういう感じでつけるんですけれどもこのままつけてしまうと後でこの出来上がり位置より外側の縫い代に当たるところが表に返した時に突っ張って都合が悪いですので、えー、ちょっとファス,スナーの端だけ処理をしたいと思います。えっと ファスナーの今太さ幅が2 5センチですのでそれより1 5センチほど太い4センチの幅の長さ6センチの布を2枚準備しますでこれを中表に合わせてこの端を 7mm ぐらいで縫っておきますこれ 7mm ぐらい縫ったものですけれどこれを こちら側が塗った方です。これをポケット布をつけない方をこの今塗った側にしてこの出来上がりジャストの線より7ミリぐらい7ミリぐらい下に置いて ここをステッチで押さえますここしっかりファスナーの先はしっかりステッチで押さえておいてください。で今両方これ同じように付け終わりましたので今度先ほど出来上がりの位置で付けた印のところでファスナーを切り落とします。 下も同じです。これで。ここがちょうど縫い、縫い上がりの線になるので、これ以上先は硬い部分がなくなりました。折り返した時に盛り上がることがありません。で、これができたら。今度ここに。ポケット布をつけていきます。 ファスナーの表とポケット布の表を合わせ中表に合わせてここをファスナーの端から5ミリぐらいのところを縫って 端から今つけた端の布からこちらの端の布まで通して縫います。 たら、ポケット布を表に返して、ファスナー脇をステッチで押さえておきます。反対側のポケット口も三つ折り始末しておきます。 つけとるのができました。ファスナーをつけて、こちら側が三つ折り始末になっています。これを型紙の位置をもとに、つけたい位置に置いてみます。今回こんな、これぐらい。こっちは内側をギリギリの ところにちょっとつけたいなと思ったんで今回はちょっとギリギリぐらいにしてこれぐらいの位置で決めたいと思うで場所が決まったらしつけで止めておきます。 上下をしつけで留めましたので今度ファスナーを本体に縫い付けますここの一番端から5ミリぐらいのところを1本ステッチをかけてこの端がそのまま見えるのが嫌なのでここをたまたまあったブレードをここに 端側隠しででつけてここをステッチで押さえますそれと最後にこのポケットが間が抜けてしまわないように B と B ポケットの間のこの線のところで1本ステッチを入れておきます。 ファスナーのポケットが付いたらこれでアレンジは全部おしまいです。で最後にもう一度型紙をのせて同じ大きさになっていれば OK です。なっているはずですがなっています。で、最後に仮止め位置を4箇所印をつけます。 仮止め位置の印がついたら。同じ大きさに立った裏布を中表に合わせます。端から一センチの位置を縫って。パートワン、パートツーで説明した縫い方で同じように縫います。 今回、返し口を残さなかったので、えー、裏布の見えない位置に切り込みを入れて、そこから表に返します。切り込み口は表に返してから手でまつって閉じておきます。